それはニコニコ鉄道社員のホーマー。今回は理科の屋社長が新線開業の式典で多忙なのでお留守番だ。曲がりなりにも黒田地区の運輸サービス課長として、今回は黒田の名列車あるいは名列車まとめをお届けします。はじめは黒田の一大車両基地、南福武車両区。ここの始発はこのキハ40みたい。一体何両編成かというと、1、2、3、4、5、6、7、なんと8両編成。この8両回送列車はみんなまとめて貸し線のラッシュの応援に行きます。ついでに向こうから走ってくるのが貸し線の貨物列車、にわか面貨物、後ほど紹介します。続いて朝ラッシュの博多駅北側、会社の始業時刻9時を前にして列車が目白押しだそうです。普通12両快速、特急、そんな感覚ありなん。目白押しといえばこちらも負けていません。薬人大牟田本線、本物とは違い1面2線で列車をさばいているのも相まって、特急が出る、普通が出る、普通が入る、急行が入る、折り返しの乗務員たちの苦労が忍ばれます。先ほど出て行った旅道について大尻に来ました。観光列車といえどもこの区間は普通運用、急行と緩急接続を取り、間隔を空けてようやく発車って後ろも普通来てんじゃん。次の春のバルでも似たような感じの臨時普通筋です。続いては左岸線が黒田本線に合流する高瀬船小屋。列車はこのまま尾根小塚まで行って久米線に直通するのですが、なんか横いる。なんと普通列車が各駅停車に接続。尾根小塚には普通を乗り継いだ方が早く着くという初見殺しでした。ちなみに久米線の接続はちゃんと取ります。自動車販売店の前の踏切、なんか見覚えありますね。何が来るんでしょうか。見たこともないような機関車が貨物列車を引っ張っています。こちら三井三池鉄道ならぬ三見三池鉄道です。続いてはこちら、シジス朝倉線です。薬人方面に行くためには次の宮古陣で接続を取ります。しかしシジス東で特急に乗り換えもできます。特急が宮古陣に止まらないため区間外乗車が認められます。しかも薬人に行くには特急の方が早いという初見殺し。急行涙目です。さあ次は何が来るのでしょうか。竹富の石炭を運ぶ30連デゴ1です。しかもこいつらロッドの位置ちゃんと微妙にずれているんですよね。ナイス。栗尾モズ間の福福線区間を走ります。魚倉は機動車電車と大盛り上がりです。まず急行三田、そして三田巫女山線到着、そこへ突っ込むインターシティ日輪、まさかの同時着でした。モズ港を発車するこちらの特急、そうですよね、キハ183系オランダ町特急ですよね。連接台車見えない見えない。当然オランダ町特急なので電車機動車同調運転を行います。再びモズ港駅、特急インターシティ日輪、まもなく発車です。無理な駆け込みおやめください。あら残念、間に合わなかったので後続の普通列車で追いかけましょう。それにしても間隔大丈夫？
案の定普通列車が特急に追いついてしまいました。しかも接続列車も全部乗り換えれるっていうね。続いては2画面で、どちらも南福岳から百舌港まで、左がデイタイムの巡回速、右がラッシュ時の快速。種別の違うこれらの列車、実は停車駅が全く同じです。フォーマーの気分の問題です。しかも快速はここ黒金で怒涛の通過待ち、なんと巡回速より遅いんです。名ばかり快速。黒田の貨物列車に注目してみましょう。まずこちらが本土貨物、本土へと渡り石炭を電気機関車が運びます。続いてはにわか面貨物、こちらは博多の町へと石炭を届けます。そしてこちらがカンバセ貨物、車掌車を先頭に推進運転をするのが特徴です。ってあれ、今から本線を走るのにこの向きで合ってる？カンバセの港に着回し設備を作り忘れたため、本線推進運転が見られる始末に。ここは上野か。青松駅を出発した筑富本線普通列車、いえこの時間は車庫への入れ替えです。なぜならこちら C11 貨物がいるからです。こちらは転車台を作らずバックフォワード状態に。実はこれ最高速度は下がりません。米塚へと帰っていきます。続いてはこちら竹栗線竹栗駅、右の2本それぞれ上下本線なのですが、普通は3番線に。なぜならキハ200赤い快速ならぬマルーン快速が来るから。快速なら1300系を使えばよかったと反省しています。でもこちら駅名は岡町駅です。運転士が瞬間移動しているに違いない折り返しシリーズ、薬人オウムタン線オウムタン駅。加子線山駅、そして唐子線左岸駅、そういえば客車夜行列車が走り始めました。百舌港長津間の長津です。大人気鉄道系 YouTuber が再現した通り夜行普通列車ですし、筑富本線経由です。博多なんか通りません。博多に行きたいなら急行巫女山はいかが。魚倉を出発、線香にちらちら映り込む普通列車にご注目ください。なかなか抜けませんね。次が最後のチャンスですよ。ついに普通列車を追い抜くことはなく車両区にまで先行されてしまいました。そうそう、普通列車を抜くことができずに煽り倒す急行がここにも。急行いろはです。前方にご注目ください。筑電線は過密ですからね。路面電車張りの煽り運転でした。走行しているとみんな南福武車両区に帰ってくるようです。お疲れ様です。
薬人オウムタン線は終電乗り過ごし対策がバッチリです。まずはこちら、直行月篠行き、そして普通列車が谷名戸行き、さらに普通オウムタン行きです。おちおち寝てもいられません。最後は月篠の車両基地から。西鉄は幸せの黄色い救援列車が有名ですよね。黒田にもほら、夜間検査をする救援列車。ちなみに走行用のパンタと検査用のパンタそれぞれ積んでいます。今回もご視聴いただきありがとうございます。コメント返しやっていきます。ウポツということでありがとうございます。暗躍してるってことでゴマサバ市長ですね。いやもうともすると乗っ取られてしまいますので、はい、もう楽しみにしております。ありがとうございます。キハ110系か、楽しみだなってことで、いやこれ本当いいなと思います。というのも、あの A 列車のいろんなシリーズの人、どのシリーズの人でも参加しやすいようにっていうチョイスになってるんで、いいと思います。で、フォーマー実際郡山の方で先日実写を見てきたんで、なんかこうリアルな感じで楽しめてよかったです。はい、渋いチョイス矢部線ってことでですね、もう完全に監修制作ごまさばさんですね。はい、もう作ってもらうとやっぱちょっと走らせがいがあるなということで走らさせていただきました。楽しんでぜひ、見てみてください。わらわらわらっていうことですね。いやだってね、山に駅があるのに海駅なんてつけるわけないよね。うん、だから山駅なんです、黒田ではですね。はい、ここにいたのかっていうことで、そうです、 A 列車の中にはいるんですよ、新潟色のキハ40が。そもそも貸し線にキハ40がですね。いや、いい時代なと思います。はい、ありがとうございます。おおってことでですね、そうですよ、その海の砂道と砂道信号場、いやすごいなと思います。もうちょっとしばらくずっと目でとおこうかなと思います。なんならね、こっちの黒田の動画を見て実際の貸し線の方を乗り入ってもらえたらいいんじゃないかなと思いますよ。ぜひそうしてみてください。ここ好きっていうことでですね、いや、 やっぱりごまさばさんの筑後川哨戒橋、黒田だと筑富川哨戒橋になるのかな。すごいよね、動き出しそうだもん、もう超綺麗だし、はあ、本当にごまさばさんありがとうございます。コメントもありがとうございます。わらわらわらっていうことですね。いやだって、なんだっけ、久留米のホットドッグ本当にこんな色なんだもん。ぜひ久留米、福岡県行った場合には食べてみてください。久留米のホットドッグですね。はい、そしてまさかの急行と特急の並結、線路容量パンクしたかっていうことでですね、普通の筋は空いてたんですよ。でもね、生地急行がバンバンスピード出して走ってるのにっていうのがあって、じゃあ急行につなげればいいじゃんっていうことになりました。ちょっと特急涙目だよね、特急料金払ってるお客様からしたらね。おつっていうことでありがとうございます。そして今回ですね、7号車後ろ寄りっていうことで、車窓動画の方も上げてるんで、そっちのコメントの方も返していこうと思います。路線もすごいな、現実時間3ヶ月の爆速開業、リアルより走ってるっていうことですね。いやもうですね、まあ最後のコメントがまさにそうですよね。廃線になってるところも走ってるから、それはちょっと大変でした。でもまあまあ楽しかったんでよかったです。ちょっと年末も頑張ろうと思います。リレー号はどこまで走るのかなっていうことで、そうですね、最新の状況はオープンチャット LINE オープンチャットの A 列車で行こう語り合おうの方をご確認ください。もう10人ぐらい参加されてるんで、なかなか面白い感じになってます。公衆輸送ということで、そうです、EF81 はちょっとニコニコ鉄道のじゃないっていうことなんで、公衆輸送になりますかね。ありがとうございます。音量注意ってことで、急に BGM スタートしたんでびっくりされたかと思います。すいませんでした、ありがとうございます。安定の接続で草、ああもうそうです、もう接続のフォーマーとお呼びください。はい、よろしくお願いします。ありがせんきゅーということで、はい、SL に向かって手を振ってくれたっていうことですね。びっくり果てなっていうことで、
もう今回特集したあの8両編成の、TI-40 ですね。でパチ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 ということでありがとうございます。今年もお世話になりました。傍中君のハートに鬼ごっこ。いや無理でしょこれ。ちょっと待って、